よう、一人か？うん、前々からやろうとしていたクエストに行こうかなって。ん？どんなクエストなんだ？剣豪に弟子入りして修行をするっていう内容。ソードスキルの熟練度を上げられるんだって。へえ、そんなのがあるのか。面白そうだな。でも女の子はやめといた方がいいって噂もあるみたい。なんだそれ。さあ、多分修行が厳しいとかそういうことじゃないかな。その点については私は剣道をやってるし、簡単には音を上げないよ。小さい頃から積み重ねてきた経験があるもんな。けどまだまだ修行中の身、もっと努力して成長していかないとね。さてと、そういうわけでクエストに行くんだけど、よかったら一緒にどう？そうだな。うん、リーファの成長を見させてもらうよ。それじゃあ早速行こう。あ、あの人かな、剣豪だっていう人。話しかけてみなよ。うん。あの、剣豪さんですか？私、修行がしたくて来ました。ほう、わしが誰か知っているとは。よかろう、みっちりと剣術を叩き込んでやるぞ。やった、クエストが起動できたよ。よし、頑張れよ。では道着に着替え、すぐそこの一枚岩まで来るんじゃ。え、道着？なんかこんな展開を SAO の時にも見たような。あの時は強制的に顔にペイントされて、修行が終わるまでペイントを消せないという。じゃあもしかして。さあ、道着を授けるぞ。もっとシャキシャキ動かんか。そんな動きでは上達への道は遠いぞ。そんなこと言われても。ともかく頑張ってクエストをクリアしようぜ。クリアすれば戻るはずだから。でもなんでこんな格好なの？確かに女の子からしたらその格好は恥ずかしいかもな。けどここには俺しかいないから大丈夫だって。全然大丈夫じゃないよ。どうした、手が止まっておるぞ。もうやるしかないか。よし、せいや。その調子だ、頑張れ。それにしても綺麗な剣筋だな。辛くても厳しくても続けた成果なんだこれが。ちょっとそんな真剣に見られると恥ずかしいよ。いや、成長したなって思ってさ。成長？もうお兄ちゃんのバカ。バカって思ったことを言っただけだぞ。なんていうか、努力がぎっしり詰まっているというか、そんな感じだ。努力なんてしてないよ、勝手に成長しただけだもん。何を喋っておる、集中せんか。ああ、もう早く終わって。998、999、ヤクザ試練に耐え抜いた。お主はこれで一人前と言えよ。
あ、装備が元に戻った。お疲れ様。長かった。これでソードスキルの熟練度が上がるのか。効率はいいけど一人一回しか受けられないみたい。もっとも恥ずかしくてもう受けたくないけど。だいたいお兄ちゃんも変なこと言わないでよ。変なことって？その成長したとか。なんでだよ、褒めたんだぜ。そんなとこ褒められても。こっちは成長しすぎで逆に悩んでいるというか。リーファの剣筋本当に綺麗だからさ、見ていて惚れ惚れしたよ。え、剣筋？なあ、やっぱり剣道を続けてるだけあってすごいなって思って。え、成長ってそっち？そっちってあとは何があるんだよ。変なやつだな。あの格好で恥ずかしがっていた時よりも顔を赤くしてるぞ。そんなことないって。さあ町に帰ろう。なんか話をうやむやにされた感じだけど、まあいいか。